今日もジメジメしてるね。この過ごしにくい季節を皆さんいかがお過ごしでしょうか。3人でアロマです。ありがとうございます。ありがとう。そろそろね、この梅雨も明ける場所があるらしくて、灼熱の夏、もうそろそろじゃないかと。来ちゃうんじゃないかと。眩しいよこれね。この頃なんですが、今日はね、アロマから、今年の夏の、ちょっとスペシャルなお知らせがあるんですね。ありますね。そうです。先日7月18日からもう、iTunes レコチョクでも配信開始されてる曲がね、僕たちの 新曲なんだけど、あります。みんなもう知ってますか。ブンブンサマーです。イエイイエイイエイ。いやもうこれでしょ、これもうね。ほんとね、何度かのライブでもさせてもらっていて、みんなからもね、すごくたくさんコメントいただいて、もうすでに待ち歌したよとか、めっちゃ上がるじゃんあの曲っていうのが、ブログとかのコメントでもたくさんいただいて、ありがとうございます。ほんまありがとう。はい、もしですね、まだちょっと知らないよっていう人はぜひ、チャプターの方をね、iTunes チェックしていただきたいと思います。この楽曲は皆さんがもうそれぞれの夏を、考えて、なんか1年の中でも夏ってすごく特別なきっかけを与えるっていうか、何かをチャレンジしようとか、今年ちょっと恋をしてみるとか、なんかお仕事頑張ってみようかなとか、旅行行こうかなとか、すごく、みんなの人生のきっかけになる季節じゃないかなと思って、その特別な夏を、誰といてもあなたといたら超特別な夏になるよっていう、とても熱い曲になってますので、ぜひチェックしてもらいたいと思います。またこの楽曲をみんなで一緒にブンブンタオルを振って盛り上がれる素敵なイベントがもう一つあるんですが、そちらの方は7月の28日もうすぐやってくるんですが、こちらの情報を、来ましたよ。これもう一回、行こうかな。びっくりしたもんね。いやタイトルね、アロマフェイシーズオブダイアリーリリースパーティー in 福岡。ありがとうございます。まさかの in 福岡ですよ。間違いないじゃん。本当に楽しみでね、ここ見てもらったら分からちょっと見えないかな、すごいね、福岡の、あと県外もね、九州各地のアーティストがそろってすごく協力をしていただいてて、本当にいいイベントになること間違いなしの、パーティーなんですね。ぜひ、これ場所どこだった。場所はですね、福岡大名にありますスパイラルファクトリーという場所なんですけど、オープンがですね17時スタート、17時30分、前売りチケットが2000円、当日2500円となってますので、僕たちの熱いバイブス、皆さんのブンブンを一つにもうこんなんやって、西成さん一緒に楽しみましょうよ。西成さんって誰。皆さん気持ち先ばしだいぶね、だいぶね、なんでね、このイベントにぜひ会いに来てほしいなというのとね、これ覚えてくることによってライブってすごく楽しく過ごせるからね、ぜひゲットして覚えて会いに来てほしいなと思います。はい、それではね、この一番近いイベント、7月28日 Faces of Diary リリースパーティーで皆さん会いましょう。3人組でアロマでした。チャレンジャー。